はい、やっていきます。本日も目標は、あ、今変わらず15分切り10分死んでやつですね。いや、1匹目8分以内か。なんか感覚2匹目の方が早く落とせるんで、まあ、1匹目に若干時間かけてもいいわけないよね。7分半だよね。まあ、早い人はね、普通に単発のラージャン、単体のラージャンでもね、7分とかで狩るんで、まあ、いけないわけはないと。うわ、俺きつ。危な。いや、無理。場所が終わっとるって。何をやってんのこいつ。さすがに回復します。かすったら死ぬんで。レンダー試さないで入れるから悪くはないんだよね。いや、当たるなこれ。え、何のための方向だったんだ今の。怒らないんだ。サメさん。うわ、これきっつ。ガードしますこれ。いや、今最速で脳通したらいけそうな気もしたな。若干操作はもたついたんだよね。スタミナが怖いよこれ。危ねえ。今ローリング分のスタミナなかったら食らってたって。あ、これビームですね。サイドステップからのベイブレードはスマートビーム確定。アスカ文化ガードしたせいで切れ味がバチコリ持ってかれてるのが残念か。最極大きい効果嫌だね。またビームじゃないこれ。あぶね。のけぞりすぎると不安になるね。いや、行き過ぎたかも。あれ、ちょっと待って、なんかタメさんどこ行った。いや、これやば。もうタメさん間に合わないんで、これ回復しようかな。一発殴った後でもいけたかもな。交流席ってさ、下画面にセットできるんだっけ。絶対塗るわけだからさ、できるんだったらしたいよね。やべ、これ腕いける。いける。わ、やべ、最悪。危なー。
いやー、行き過ぎてるわ。そんなことある？オリシンでれます。怒る。解除まで持ってきたいっすね。サイドステップなんでこれビーム確定です。ただ流行りすぎるとなんかこの何ビームの本体、体本体に当たって弾かれるみたいなことが起こる。マジもったいないんで、今日なんか合流しなかった今。気のせいか。足音聞こえたような気がしたけど、着地音が。今ちょっと危なかったね。いや、食らうか。分かってたのにな、今横から抜けようとしてたんだけど、スペースがなさすぎた。くぅ、スタミナ。移動、まあ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 。でももうこの時点で6分半。あと1分半まで倒さなきゃ、まあもう無理という感じなんですよね。いや、きついな。悪くないと思ってたけど、自分で。死んでないのは当たり、死なないのはもう当たり前か。この程度じゃダメなのか。崖下ビーム。人間になることじゃねえ。最悪すぎ。なんか当たらなかった。見てこれ、効率的に塗ってきたけど、こいつ、はい、これ対局してなかったんだ。対戦局か。めっちゃ効率的いる、あれで来てたわ。いると思って来てたわ。あ、端末突進、これもビーム確定です。これは次殴れるね。 OK、 落とした。8分か。いや、ギリまだある。まだあるんじゃない。ギリ2匹目を頑張らなきゃいけないっていう話はある。砥石はちゃんと使います。これでもいてくれないときついな。3とかにいる。下いてほしい。いや、降りてくるか。いや、これ次の戦闘自体は対策で始められたんじゃない。いや、これ進撃で塗ります。マジか。やべ、これも単発欲しいんですね。うわー、あ、届くわ。うわ、自信なくてタミさんいけんかった。今これ届かないんじゃないかと思ってさ、早めに見切りつけちゃったよ。これほっといても当たらないんだよね、基本。たまに超絶クリーンヒットするけど。いや、これはさすがに腕当たるよね。解除かな、OK。いや、奥ばったー。よく奪ったな今のは。
さあランポスがぶっ飛ばされると、これ避けるしかないのがちょっと苦しいな。サイドステップがあったね。ビームが確定できますと。やべ、回復します。いや、食らっちゃうなぁ。お祈りだからね、今のもうもはやサイドステップ来ないでっていう、よくないね。最悪や、いい感じだったのに。よくないね。でもあれさ、デンプシー来たらさ間に合わない。いや、いけたかな。どうなんすかね。なんかデンプシー、振り向きデンプシー考えると、俺あのタイミングで回避入れないと間に合わないような気がして、まあね、もともとの立ち位置が悪いっていう話はあるんだけど、デンプシー食らわない位置から殴るのがベストだから。いやー、どうなんすかね。1匹目がまあそこそこうまく通せてただけに残念ではあるよ。これ最強考えてさ、使うべきかな、氷石。対局してからでええか。もうなると思うけど。え、これ石ころ意味ないザウルスだよね、今。あ、そうだわ。対局するんかーい。使いましょう。これはいいんだよ。これはパラタゲー、いや微妙すぎこれ。ちょっと待って、っわ、オッケー、まあまあまあいいでしょう。さすがに当たらない。いやー、氷石切れる。ちょっと怖いなこれ。単発突進だった今。やらかしたこれ。さあ回避読みのおかげでなんとかなっていく。これでも殴れないな。よくないっすね今のはマジで。でも解除、いや、当たんのか。今角度微妙だなと思ったんだけど、これはねそもそもの立ち位置が悪いですね。もっと正面に立ってないと。今結構横すぎて、横すぎたから照明の回避も結果相手の横に行くから、左から右に。まあ電プシー当たっちゃったってわけなんですけど、もっと立ち位置正面じゃないといけなかったね。いや上分立っちゃうな。いや死んでなかったらこの時間でやれてたんじゃないのっていう気もしますね。この時代の体験ってね、割と立ち位置が全てみたいなとこあるからね。
まあ、それがいいとこでもあるんだけど、まあ、そもそも僕は立ち使いですというわけなんですけれども、どこ行ったこれ、弱ってるわけはないんで外した。4かな。対局さすがにまだか。なんか毎回解除してすぐ死んでるせいで本当にもったいないな本当にもったいないなっていう気がしますね。いるわ。やば、無言でタメさんを外していく。やば、俺最極の時間いなかっただけなんだけど。あ、最悪。これも良くないかも。あんまり良くないかもと思っても、もうあえてもう早めに、いや最悪や。これさ、4曲いくよね。最極の時間まるで殴れてないんで、こいつの HP が全然減ってないんですよ。タメさんミスった。たまになんかこの残りカスみたいなタメさん出るの何なんだろう。俺これ殴ります。さすがにタメさん入れれるんで。次交流席。あれ弱ってるわ。弱るほど殴ってないんですけどね。まあでももう18分経ってるんで、やっぱ2匹目早いな。そう考えたらそんなもんか。3分は戦ってない時間あるよ絶対。珍しく素直に降りてきた。マジでミリだったね。今弾かれ部位で死んだけど。はい、18分20秒と。おー